皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。TK です。ということで、今回もエンタンとみやでいこう。で、ここ、前回はね、岩手の里のこの聖火の家の中に行って、ちょっと落ち着け、というか、対策ですね、今後の。で、今からデグは、気持ちを落ち着かせるために、外に出ていくというね。まあ、なので、パーティーは、荒野にみんなの命をかけるだけの価値があるか。集まるね、気持ちを落ち着かせ、落ち着かせように言ってました。そんなの分かんねえよ。俺の命をかけたっていいんだ。荒野が言っていた望みって一体何なんだろう。一体何なんだろう。あ、そんなあったっけ。何だったっけ。だいぶ前やからもう忘れたわ。どうなる。なんかちょっとナウローディング長いけれども。ねえ、トウヤ。何これ、ちょっと怖い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 。喜んでちょうだい。炎帝の幕、最小の幕、血の喝采とともに幕を下ろしたあの右腕の坊やも見事な立ち回りを演じてくれているわね。クイーンオブアイス、なんかあの道化は自分についた操り糸に気づいているのかしら。次、私の幕よ。ついに1000年の長きを経てコマンドが完遂さ。あ、コマンドが完遂。何これ。長い時がかかったし、ゴーレム王という大きな犠牲も生じたかもしれないけれど、そのどれも結局は意味のないことだ。この意味がわかるかしら。とあなたも私と一緒に行くの。あなたけれど、とても懐かしい世界。何これ、トウヤを恨まってるけど。いつまでだんまりしているの。釣れない子ね。ところで、前から気になっていたのだけれど、この私の美しい城、ネズミが紛れ込んでいる。ネズミさん、ネズミさん、怖がらないで、出てらっしゃい。トウヤに話があるんでしょ。早く出てこないと、くびり殺すわよ。怖っ。あ、これ謎の男。え、あら、ずいぶんと大きなネズミさんね。トウヤを返してもらおう。なんてユーモアのセンスのあるネズミかしら。ユーモアのセンスのあるんや。どうして私がトウヤを手放さなければならないの。ただでとは言っていない。これをお前の本来の魔導器を引き換えにくれてやろう。あら、なくしたと思っていた。あなたが持っていたの。私はてっきりあの愚かで頭のいい先生が隠しているとばかり思っていたのだけれど。ネズミは探し物が得意でね。これ誰なお前だから。とにかくこれをくれてやるから、トウヤを返すんだ。ダメよ。なんだと。だってこの子は私の大事なパートナーなんだ。デビルゴーレムと魔導器、一度結びついたら簡単に離れることはできない。恋人と同じことよ。いや、違うと思うや。だいたい、もしトウヤと結びついていない状態だったとしても、そんなレプリカは願い下げよ。レプリカバレてる。トレードは不成立。そしてネズミは死んでしまいました。
死になさやめろえやめろクイーン。どういや正気を取り戻しているのかクイーン。こいつに手を出すなまあトウヤの頼みなら聞いてあげてもいいよ。トウヤ正気ならば一体ここで何をしている。操られていたのではなかったのか。なぜ何も答えない。アツマはあんなにもお前のことを心配しているのだと。アツマはまだそんなことを言ってるんだ。あれだけ僕が言ったのにさ。本当迷惑なやつ。心の中では絶対なんか助けてほしいと思ってた。そんな気がする。なんとなくそんな気する。てか謎の男ってほんまにいつまで謎の男のまんまなわかんねえ。おい引けた面してんな。主権者しておけかよれてきていいんかいな。ああ、あんたか。何しに来たんだ。いや一つ教えておこうかと思ってね。教えとくって何を。何を。おめえその右腕を使ってなんとかってやつを助けようとしてんだよね。ああカリンの時みたいにきっと右腕を使えば。雨だまやるやねえとかなあれね。五色豆みてえに甘いやつだな。五色豆なんかい。そっちか。何がだよ。よーく考えてみな。普通はよ、魔導器とデビルゴーレムが一体化してたらな、魔導器だけ残して他のところを吸収するなんて器用な真似はできるわけねえんだよ。できるわけねえのか。なんだって。じゃあどうなるんだ。魔導器ごと吸収して、はい、おしまいさ。ほれこれを見ろ。なんだこれ。これは最小の魔導器の残骸だ。もう中には何にもこもっちゃいねえ。スカスカの石ころだ。あ、そうなん。これと同じことが人間に起こったらどうなると思う。え、いや、かんだろうな。ちょっと待てよ、困るぞそんなの。困る困らないとか関係ねえ。事実そうなんだよ。おかしいだろ。だってカリンは助かったんだぞ。そりゃ運が良かったんだろうね。じゃな。何適当なこと言って。待てよく聞け。多分な、運よく何かの条件が重なってそいつは助かったんだ。え？それが何なのかは分からねえがな。助けるためにはなんかからくりが必要だってこった。からくりで、どうすればいいんだ。はあ、俺が知るかよ。いや、お前が知らんのかよ。ちょっと待て。そこまで言っておいて知らないってことないだろ普通。そうやね。何度も言わせるなよ。常識にとらわれるな。修験者様だからって何でも知ってると思うんじゃねえ。まあそりゃそうやけども。じゃあ、あとは自分で考えな。おい、ちょっと待て。考える頭ないってこいつに。ちょっとみんなに相談してみようか。してみましょうか。そうだね。じゃあさやかの家の中に入っていこう。またここで、ああそれやないと。この中かな。あ、ここやね。くぐる。あれ、ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。あれあれやな、まあれ、ちょっと待って。いや、おらんねんけど。こっちか。あ、こっちか。なるほど。全然気づかなんだ。なあ、あかり、話し合いはどうなってる。進展ゼロよ。進展ゼロか。二人
二人とも魔導器を殺せば一点張りだったようですな。頭の固い親子だよね。頭の固いね。まあ私も部外者ならそう言うかもしれないけどね。ごめん。いや、いいんだ。それよりちょっと相談したいことがあるんだけど。ん？何何？修験者がさ、つまりただ右腕でデビルゴーレムを吸収するだけじゃデビルゴーレムに取り込まれた人は助からないってこと。そういうことよね。カリンはラッキーで助かったってことね。笑い事じゃないわよ。確かに笑い事では。私ミイラみたいになるところだったってことなんだ。ああ、最初の魔導器はカラカラに干からびてたぜ。自分がそうなっていたかもって考えるとちょっとずっとするわ。まあ、助かったんだから結果オーライじゃん。結果オーライは良いが、問題はトウヤ殿を助けるためにどうすればいいか。次も結果オーライとは限らん。誰か知恵を貸してくれる人がいればいいんだけど、修験者にもわからないんじゃね。いやね、普通の人に聞いても無駄じゃない。普通でない人か。何、普通でない人なんておんの。ライガさん、何か心当たりあるの。いや別に心当たりなど何もないぞ。いや、ネタありやろ。ちょっと焦っとるから。そういえばライガ、昔賢者の塔に行ったことがあるって言ってなかったっけ。そうでしたかな。ちょっとごまかすな。そうよ、確かに聞いたわ。賢者の塔、確かすごい昔から生きている人間生き字引みたいな人が住んでいる塔みたいよ。え、へえ、なんだライガのおっさん、ちょうどいい知り合いがいるんじゃん。ああ、案内してよ。いや、それはちょっと。何？何か不都合？不都合と申しますか、あまりこう気安く会いに行くような方では。よし、じゃあ早速行きましょう。いや、話聞いてた。あかり、ライガ、案内して。いや、その主の言うことを拒むの。わかりました。案内しましょう。うわ、カリン悪いな。悪いやつやな。賢者の塔は砂漠の北にある火山道を抜けた先にあります。ああ、そこな。会っていただけるかどうかは。砂漠の北の火山道を抜けたところね。よし、そうと決まれば出発よ。御意。御意、いや、あずま。勇気も御意。御意。ライガも御意。言葉濁したよ。大丈夫、カリン合流した、ユキも合流した、ライガも合流したに行きましょう。その前にね、全員入れておきましょう。あーちゃん来る。下なってたか。全然気づいてなかった。ユキユキ、よし、これ入れていきましょう。じゃあ今からサイクさん行ってきますわね。お見送りありがとうございます。というわけで行きましょう。じゃあ一旦ね、その火山のところらへんまで、なんかイベントがあったらまた撮りますけど、なければそこまでカットしましょう。じゃあここでからやっていきますかね。じゃあ火山の方に行きましょう。違うよね。おい、エド君、いい感じに出てきてくれたら嬉しいんやけどね。敵がね、正々堂々戦う。暴れろ。よっしゃい、もう一発やる。やっぱりだいぶ前に、ちょっと敵やもん。敵は残るのかな。もうちょいやのに。うわ、あ、マジか、それだよか。よっしゃ、この先やで、行くで。これ何？なんかすんご
ごい残骸がすごいよ。あれ調べる、え、行かれへんやこれ。あれ邪魔なガラクタね。完全に道を塞いでな。これじゃあ先に進めないな。困りましたな。いや嬉しいやね、ライガー。なんか嬉しそうね、ライガー。賢者の塔へそんなに行きたくないの？ええ、決してそのようなことは。絶対そうやろ、絶対そうやろ。どうした、ユキ。こういうの喜んで持って行ってくれそうな子がいるよね。喜んでガラクタを持って行ってくれるの？ジャンクシティのあの子や。そうか、よし、ジャンクシティに行こうぜ。おう。俺も ふと思いなりそう。まあね、確かユミが一緒に行ってたやつやね、少年。炎よ、もしくはあの、泣きやりゃ、ハードルの方倒す、親玉、親玉、いいかな。やった、さらに一旦そこまでカットですね。では今からカットしましょうかね。よし、じゃあここら辺からやっていきますかね。弱していきますよね。もう戦闘はないな、さすがに。この中の、多分少年かな、少年か、もしくはあの盗賊団の親玉に話しかける感じか。こうって言ってたから多分少年の方かな。少年の方行ってみますか。危ないよ、ここで集まって。はぁ、あ、俺何悪いけど、こいつのことはそっとしといてやってくれないかい。あいつの旦那、石の砂漠に眠ってるっていう元から探しに出て行ったっきり、もう一月も戻らないのさ。うっそ、マジか。あぁ、ご主人様です。多分あこうって言ってたから、こっちにいたあの小さい子供の方かなってなんとなく思うんですけど、多分そうかなっていう、うん、多分そうかなって。あー、こいつ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 、ここ夜ね、こいつこいつ。よう、久しぶりだな坊主。あ、やっぱりこいつだった。お、兄ちゃんやんか、元気しとったか。うん、コテコテのジャンク少年、コテコテなんや。おう、元気元気。今日はどないしたん？なんか、ワイニようか。うん、火山道の入り口あたりの道をガラクタが塞いでるんだけど、それをどかしてくんねえかと思ってさ。なんや、そんなことならおやついごようや。おやついごようか。ジャンクが手に入るならこっちも願ったり叶ったりやし。ああ、そうなんな、サンディ。サンディ、よっしゃ、ほな早速行ってくるわ。兄ちゃんらが来る頃には片しとくさかいな。うお、すごい、すごい勢いで走っていったわね。すごいな、あーゴーレム結構おんのに外。私たちが来る頃には片付けておくって言っていたけれど、そんなにすぐ片付くものなのかしら。さあな、とにかく俺たちも行ってみようぜ。ああ、行ってみましょうということでね。まあ一旦出たところからまたカットしましょう。てかもうガラクタがなくなってる。もう来ちゃってる、来ちゃってるよやな。来ちゃってたよ。もう片付けたの？せやで。まあワイにかかればこの程度のジャンクはほんの朝飯前や。朝飯前やな、ほんま。すごい。言うならおめざやね。おめざ。どうもありがとね。おめざ初めて聞いた。ワイもジャンクが手に入ってホクホクやし。ホクホクなんや。ランサディ。よし。これで火山道へ行けるぞ。ライガなんか気が重そう。どうしたん、おっちゃん。元気ないで。わい、なんか余計なことしたか。よいのだ。お前はお前のなすべきことをなしたまでだ。せやな。ライガ、何カッコつけてるの。早く賢者の塔に行くわよ。脅威。めっちゃなんか憂鬱やんか、ライガ。大丈夫？ほんまに片付いてるわ、すごい。カットしなあかんかな、思うとったけど、また行くんやったら。よし、この中やね。ちょっとだけね、肩の中見て、今回は終わりにしたいと思います。まあ、ちょっとと言ってもね。
ここが火山道か。はい、この一つのところだけなんですけど、今回やってくのね。この先を進めば賢者の塔に着くわけね。そうやね。はあ、ライガほんま憂鬱なっぽい、憂鬱なってるよな。ライガさん、元気出していこうぜ。元気出していこうぜ、まったく。え、おお。びっくりしたって、向こう側にちょっと声持ってる敵おったからさ、ちょっとそれがびっくりした。え、どっちへ行くのか。まあ、まずこっち、こっちはな。こいつ、戦っていこう。こいつか。こいつと戦っていかんとな。3匹か。でもな、こう持ってる敵って結構硬いねよ。あ、やっぱ、やばい。よし、ナイス。あ、もうあかん。おい。おい。結構硬い。まあでも大丈夫ですよ、多分。多分。よっしゃ、ナイス。よっしゃ、オッケー。オッケー、一匹は倒した。うわぁ。使ったー、てか、あかん。あー、危ねえ、ライが危ない。よっしゃ、ナイス。あーかん、ライが死んだ、これ。これ、ライが死んだ。あれ、あ、なかった。よかったー。よっしゃ。どうだ。よっしゃ。ちょっと、もうちょい。よっしゃ。ナイスライガ。ナイスライガ。ミノタウロスコア。ミノタウロスか。なるほど。メガペンガコア。メガペンガコア。は、何それ。ちょっと見ていいかね、見ていいですかね。何かわからんからさ、アイテムしようちゃう。メガペンガ、メガペンガコア。あ、ゴーレムね。武器の効果かなと一瞬思って思ったけど、やっぱゴーレムやわな。まあそうなるわな。よし、じゃあこの隙やね。おい、出てくる。まあ今回はね、この1ステージだけをちょいと、1ステージというかこのね、一つのこの洞窟内だけをやって、さっき進んだところなんですよ。ふざけっぽ、一番いい。どうだ、どうしたい。ビギョった。結構硬い。終わりだ。やめて。よっしゃ、勝ったぜ。獲得経験値あんまり変わらんね。まあここをね、まあ、溶岩洞のところにいたら今回終わりにしたいと思います。最初のここだけちょいと。なんかあり、お、なんか、なんかいそう、なんかいそう、なんかいそうや。うん、ただの光の反射かもわからんけど、なんかいそうやった。覚悟するんだな。よっしゃ、報道。お、3人レイクきた。うわ、すげえ。1600。あ、終わった。あ、素晴らしいね。てか、やっぱいた。あ、こいつはやったあかんやつや。これね、やったあかんやつやね。なんせやったあかん、やったあかんやつ。最初の頃にね、なんかその話す。来た、これな。四聖獣が一人でね。四聖獣とはな、戦えない方がいいですよ。うん。ストーリー攻略中はね、殺されるのがオチやから。すだく、1000年の眠りにつきし神にまみえることにかなうは、我ら四聖獣の選ばれし力あるもののみ、神獣教への扉の鍵となる火のオーブを手にしたくば、我が高き火炎の前に何力を示すのです。いや、戦わない。今はまだやめておこう。一度も来なさい。相手になりましょう。うん、ありがとう。今はちょっとやめといた方が良さそうですね。ほんまに光の反射じゃなくて敵でしたね。戦ってはいけない敵がいた。じゃあまあ今回はここら辺で終わりにしましょう。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。
ツイッターの方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。